遊びに繰り出すとしたらなんかまあこれ乗りながらも話してたんですけど宮益坂の方にねゲーセンボーリングビリヤード卓球みたいなもう何でもござれなビルがあってそこでよく昔遊んでたなとか言って勝地とね,そうだね話してたんですけど、えー、そこには行かずに。<laughs> そこに行って遊びたいですね<ー>わきゃわきゃ僕はしたいですかねその一緒によく行かれてたのどれぐらい前のお話あ一緒にっていうか世代が一緒なんであ<ー>みんなそうだごめんごめん喋ってたえ、何喋ってた喋ってないです続いて一緒には行ったことないです仲が悪いんで、はい、やめろやめろ <laughs> <laughs> そうそうなんか若い世代はみんな今も行ってる じゃないのかな、あんま行ったことないあ、僕、あそこは行ったことあります。やっぱり何回か。最近は行ってないですけどね。そうなんだ。山に最近は思重いまあ、僕は山に自然に行っちゃいました。すいません。アリシアもどうですか渋谷遊ぶ。渋谷ですか松田屋で漫画を大量買いして買えるぐらいですね。違うんだ、今このメンバーで遊ぶなら。一人で遊ぼうとしてるじゃないですか。ねえ。卓球。 <laughs> <laughs> あの私、猪亜さんとでも一回行ってみたいです。<お>あのさっきバス乗っててあすごい楽しいですみたいな応だったのでテンションが上がる瞬間を見てみたいなって思います。あ,まあ、あんまりね、感情がわからないって言われるんででも楽しいんです、今も楽しいです。あれななんかか違ったはい、はい